旧敵武田家との攻防を続けていた家康のもとに信長からの使者として桃地三太夫が訪れる。三太夫によれば徳川信康が密かに、三太夫は信康に適切な処分を下すよう迫るが、家康と瀬名は突然の事態を受け入れられずにいた。やむを得ず信康討伐のため出陣しようとする家康、しかしそこへ服部半蔵が待ったをかける。信康騒動。信康が武田に通じて謀反を企てているだと？そんなの嘘よ。あの子が私たちに黙ってそんなことするわけないじゃない。大変だ。信康が武田の軍勢を引き込んで兵を挙げたようだぞ。武田勢が現れた以上穏便には済むまい。とにかく真相を確かめねば。若、お待ちあれ。半蔵？なんだ、申してみよう。あの信康殿が若や瀬名様を裏切るなどありえぬ話、これは何者かの悪しき計り事であることは明白でござろう。いささか心当たり、急ぎ探ってまいりますゆえ、わしが戻るまで若は時を稼いでいてくださらぬか。心得た。我らの動きは桃地殿に見張られている。半蔵が戻るまで何とか粘ってみよう。半蔵が戻れば真実が明かされよう。そうだね、いかにして時を稼ぐか。まずはこの劣勢をどうにかせねばなるまい。皆の者、武田の兵を削るぞ。武田は崖上より兵を送り込んでいるようだ。俺が行って止めてきてやる。我らにこうして信康が兵を挙げる手はず、家康もこれで終わりだ。なぜ武田が、何がどうなっているのだ。信康が武田勢に暴れる前に引き離さねば。先に我らの手で信康方の将を倒してしまうか。信康が裏切るはずなんてないわ。真相を確かめるまで私は引かないわよ。瀬名、そうだな、私も同じ気持ちだ。力を合わせてこの難局を乗り切ろう。そらそら、敵将本田平八がのしてやったぜ。ここは引こうかあるまい。信康め、臆して動けぬのか。ならば拙者が出て梅雨払いしてやろう。岡部殿が出てきたか。かの者を止めよ。武田を勢いつかせてはならぬ。武田にばかり戦わせて信康の高みの見物、失礼ながら悪どい男でございますな。そのようね、きつくお仕置きしないと。まだ戻らないのかしら。織田殿は裏切りを許さねえようなことだ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょうか。始末か。信康を討てということだろうが、これでどうだ。そのようなことできるわけがない。さすがか。者ども、武田の武勇を見せつけてやれ。岡部殿、この家康の顔に免じて聞いてくださいませぬか。敵将の面を見てなぜ引かねばならぬ。そういえば岡部殿はそういう御人だった。おそこか。
信康はまだ動かぬか。少しばかり脅しつけねばならぬようだな。強いが動いたか。信康のもとに行かせてはならぬ。手を上げたにしては信康の動きが鈍いな。もうよい、信康方の砦を押さえてしまえ。お、任せろ。先に武田勢に奪われた砦を取り戻さねば、勝頼のもとへはいけるな。壁でも止めることができたか。この勢いで武田勢を押し戻すぞ。見えてるぜ、急げ。無駄だ。よく見とけよ。私が、よっしゃ、砦を落としたぜ。これで武田の増援は止まるはずだ。休め、脅しつけてもまだ動かぬか。もうよい、我らだけで家康を討つぞ。開門。これでどうだ。もしや我らは謀反を起こしたと思われてる。だとすれば一大事、申し開きに行かねば。開門。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかはあんた次第だが、たとえ許しを請うてきても切り捨てる所存。それは当主としての務めと心得ている。うまく信康を討ち取ったように見せないと、桃地に何を言われるかわからないわね。かつての武田であれば下手な小細工はせず堂々三河に攻め入ってきたものであったが、信康から誘ってきたのだ。小細工ではない。武田に通じ兄上に刃を向けんとしたこと、許すわけにはいかぬ。信康、覚悟せよ。もろく、堪忍ならぬ。お、任せろ。ほらそれ、急がず着実に。抜け、見えてるぜ。トンボよりもあっけねえのな。耐えきれ、聞かせてもらう。なかなかやるじゃない。よく見とけよ。かなう相手ではなかったか。無駄だ。そらそら、信康がこうも役立たずとは。もうやめだ、皆の者、今日のところは引くぞ。無念。あれ、切られてない。いいから死んだふりしてなさい。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょう。イエス、身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。バカね、それじゃ腹を切らされるじゃない。こうなったら奥の手を使うしかないわね。あんたたち聞きなさい、信康をそそのかしたのはこの私よ。おじ様の仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。ここは私が。起きた、瀬野。もしや全ての罪を一人で。これも時を稼ぐための。あ
半蔵が戻るまでこれでごまかし通すわよ。勝利条件変更。家康、本気でかかってきてくれないと桃地に疑われるわよ。ほら、覚悟せよセナ。この家康が成敗してくれる。おう、任せろ。家康とセナが殺し合うとは、こりゃ面白いことになってきたぜ。見えてるぜ。ここは私が。そこか。生きた。半蔵、ただいま戻りましたぞ。武田に内通を誘う信康殿の書状を届けたのはやはり伊賀の忍びでござった。三代、全ては貴様の企てであろう。弁解は聞かぬぞ、観念せ。バレちゃ仕方ねえ。そうだよ、全部俺がやったことだ。そこか。そのような卑劣な真似を断じて許さぬぞ。勝利条件変更。俺を切れるもんならやってみな。このども、手負いのセナを狙え。セナは先ほどの戦いで怪我を。どうしてもセナを守り抜かねば。ま、しばらく俺の手下どもと遊んでな。未知のやつ、どこに隠れたって逃がさないわよ。セナ、無理をしてはダメだ。あとは私に任せて。そうはいかないわ。ウヤスにひどいことして許さないんだから。とんでもセナを止められそうにないな。ならば私が守ってやらねば。救援行。見せてみよ、これでどうだ。なんだ、あの砦で何やら怪しい動きが。くものか。犯人ならぬ、私とてモノノフなのだ。聞かせていただこう。生きた。忍びか、こんなところで何をしている。信康方の将がまだ残ってやがったか。仕方ねえ、ここで始末してやろう。無駄だ。ここは私が。私の分配は持ちが2人。どちらが誠の桃地かわからぬが、とにかく終われば。敗北条件変更。いずれの三太夫も動きが妙だ。もしや両人とも偽物か。これでどうだ。私が勝つ。
申し訳ござらぬ。桃地に術をかけられ、このような。熊野か。なんと、我が家臣であったか。徳川の将に変化の術をかけていたか。卑劣な真似をしよって。まんまと引っかかりやがった。じゃあ、俺は逃げさせてもらうぜ。いや、そこか。いや、お餅逃がすもんですか。三代、俺が手塩にかけて育てた忍びたちだ。たっぷり相手をしてもらうぞ。抜け。見えてるべし。厄介なのを出してきやがって。見とけよ。トンボよりもあっけねえのな。耐えきれん。聞かせてもらう。そらそら、叶う相手ではなかったか。私は何を。おもちが目の前に現れ、その後は何も覚えておらず。ダメんじゃ。見とけよ。トンボよりもあっけねえのな。耐えきれん。聞かせてもらう。目障りな将は討ち取った。次は家康の首でもいただこうか。おう、任せろ。それもち、私に何の恨みがあってこのような。俺は織田の天下取りを邪魔してだけだ。武士のようなんざもまっぴらなんざ。そうか、兄上を陥れるつもりならばますます許してはおけない。生きた。そこか。私がか。くものか。堪忍ならぬ。急がず着実に。程度で死ぬ俺じゃねえ。またどこかで会おうぜ。逃がしたか。とはいえ事なきを得てよかった。これだけ引っかき回されて事なきですって。まあみんな無事だったし、よしとしますか。こたびの真相については兄上に知らせておいた。これで桃地は織田の討伐を受けることになろう。よっしゃ、これにて一件落着だな。武田の侵攻を受けながら見事に乱を鎮めたことで、家中の者たちは皆若を褒めたたえております。何、それほどでも。そう
よ。今回のお手柄は悪事を暴いた半蔵と、とっさの起点で桃地の目を欺いた私でしょ？ああ、確かにそうだ。半蔵、それに…でも、家康もテキパキ決断して立派だったわ。特別に褒めてあげる。辛口の瀬名に褒めてもらえるとは。その言葉を励みに、ますます精進せねばな。Don't forget to subscribe!